ソフトバンクグループソフトバンクグループジャパンソフトバンク A ホールディングス Z ホールディングス Z ホールディングス株式会社はソフトバンクグループ参加の日本の持ち株会社日経平均株価及びトピックスラージ70の構成銘柄の一つもともとは1996年1月にヤフー株式会社として設立された企業であるが2019年10月1日をもって 会社分割により持ち株会社に移行し、法人名を改めた。本項目では、持ち株会社移行後の状況について記す。2019年のヤフー株式会社を中心としたグループの再編により、情報、通信事業部門をヤフー株式会社へ吸収分割。さらに金融系の企業統括部門を Z フィナンシャル株式会社へ分割して、持ち株会社に移行したもので、 初代法人時代からの子会社を中心としたグループ全体の経営機能を担う。2019年11月18日に LINE との経営統合で合意した。親会社の塩止め Z ホールディングスが LINE の親会社であるネイバーと共同で株式公開買い付け等により LINE を非公開化し、塩止め Z ホールディングスと LINE が合併の上、LINE が 事業分割により設立した事業会社を Z ホールディングス参加に移動させるという手法で経営統合が行われた。2021年3月1日現在、ありがとうございます。